造形の王様とレゴワールド、第1回ですね、始めていきたいと思います。これ第1回なんですけども、もう途中からのスタートで、落下地点を詳しく調べた方が良さそうです。ちょっと解説も入ってるみたいなんですけど、やり直しをして、なのでオープニングだったりそういったところをちょっと飛ばしてしまってるんですけど、最初に落ちてきた隕石の中からツールを取り出したところからですね。発見ツール、発見ツールを使い新しいモデル、もうスキップしてしまってるんですけど、ツールの使い方を説明してくれる動画が、新しいツールを取ると毎回流れて、すごい分かりやすいですね。でこの辺も2回目なんで、すごい雑に、クエストをクリアしていって、レゴを集めていくんですけども、手前のお兄さんが、時計塔の設計図を見つけてくれというインベントリを解除依頼ですね。これで、何すんのかな。これ先ちょっと1回目の時に見つけてなかったんで、何かなと思って見てたんですけど、まだちょっとこの辺操作がおぼつかないところですね。始めたばっかりで。この宝箱の中に設計図が、時計塔の設計図があって、新しい発見タイプを解除、ブロックビルド。こうやって一度設計図だったりアイテムをスキャンすると、それをスキャンでいいのかな、読み取ると、それを、ゲーム内のお金で一度購入してしまえばいくらでも作れると。また後で説明がナレーションの人がやってくれますね。でこれが、時計塔設計図取って時計塔を建ててくれっていう依頼なんですけど、クリアしたのに、クリアっていうのが出なくて分からなくなってるところなんですね。これで僕やり直ししてたんですけど、この2回目に入ってて、これもこれが、読み取りスキャンするような動物だったり、新しい発見タイプを解除、動物、新しい発見タイプを解除、オブジェクト。でこうやって発見したものを、これ値段がちょっと載ってるんですけど、それを支払うと、作れると、もう何個でも作れるようになるんですけど、これがこの女の人の依頼っていうのが、この豚と鶏を5匹ずつやったかな、連れてきてほしいっていう依頼なんで、それを今やってるんですけど、これもまたクリアにならなくて、ここで気づいたんですよね。そうそう、これ話しかけるのは丸ボタンなんですけど、その依頼を受注するのは×ボタンやったみたいで、それを知らずにずっと連打して文章を読み終わって、1回目の時はゆっくり読んでたんですけど、読み終わって、で受注した気になってですね、依頼をクリアしてるのになかなか進めなかったんですけど、新しい発見タイプを解除、キャラクターを初めて発見しましたね。キャラクターはクエスト完了時などに解除できます。一旦解除か購入をすればワールドに配置できるようになります。ちょっとナレーションの人との僕のタイミングが合わないんですけど、今説明してくれてたみたいなところですね。1回購入すればいくらでも作れると。で購入もお金すごいゲーム内にいっぱい登場するんで、あんまり困ることないかなと今の始めた段階では思っています。まだ後半どうなっていくのかわからないんですけど、ここでやっと意味が分かって、2個目の時計塔を建ててるんですけど、一応クリアと。
話しかけてクエストを受注してから作らないと、まあ、クリアにならないみたいで、事前に作ってたやつは、まあ、カウントされないようですね。あと一つで別のワールドへ飛び立てます。これ、まあ、皆さん多分分かるんだと思うんですけど、僕分からなくて、夜中真っ暗になるまでこのフィールドがずっとうろうろしてて、そこへってどれアイテムっていうのかな、こういろいろ置いてあるものを壊してもお金がもらえますね。で、水がきれい、これ良かったなと思ってて、あ、これも取るかな、塗り物も取れるんですよ。新しい発見タイプを解除、乗り物。これが次必要になってくる。あ、それじゃないんだけど。あ、うん、それでもないんやけども。あ、うん、大事なのは今壊したやつなんですけど、これ大事なんでまだもう一回復活してくれました。これで気づいたんですけど、この玉座、海賊の玉座っていうのが、でやってたかな、うん、これが後でいるんです。結構ね、その、パワフルなアクションですごいなと思ってるんですよ。もう少し可愛い感じの動き方かなと思って、結構パワフル。これが最後、海賊船ですね。ここが結構いろんなものが、うん、お金もいっぱい海賊船の中にあって、お金っていうのか何ていうのかわかんないんですけど、ここはこの船長のクエストをクリアしたら、船長のクエストが、あの海賊の玉座を用意してほしいっていうクエストなんで、それをクリアすればいいんですけども、それもまあ僕受注せずにやってたんで、1回目はもうこの目に見えるとこ全てを玉座だらけにして、それでも全くうんと言ってもらえなかったので、どうなってんのかなと。ここですね、いっぱいお金もらえたところ、でもそこで勝手に、あ、これはバグだと、なんかもう一回入り直した方がいいと思って一から入り直してやってたんですけど、単にまあ僕が早とちりで丸ばっかり連打してたのが問題やったみたいで、この辺は壊したらもらえるみたいで、うん、スキャンというのか読み取りというのか、あれでもらえるわけじゃないんだなと。まだこの辺りも、なんせまだ初めて30分ぐらいなので、これから覚えていかないといけないなというところですね。どこ行って、ああ、なんか他にお金あるのかなといろいろ見て回ってるところなんですけど、これですね、玉座。ここでバツボタンを押して初めて、受注と。当たり前のことやったとは思うんですけどね、これを知らなかったので、毎回丸で話しかけてたから、うん、結構いろんなものが、まだこれ初めて一つ目の島なんで、もうすでにものすごい量のアイテムが、まあ、手に入ってるというか、オブジェクトが、見たことがある状態、図鑑に入ってるというのかな。これで、一応この島の3つレゴ、なんていうのこれ、ゴールドブロックを集めるのは終了と。ディスカバラービルダー。あ、これもしかしてナレーション二重に入ってんのかな。ゴールドブロックが3つ。あ、二重に入ってるかもしれない。必要なものです。おめでとうございます。どうにもできない。今回マイクでのゲーム
実況、まあ、これ一度プレイした動画を後から見てマイクでこう入れてるだけなので、まあ、僕自身は本当に何の緊張感もなくできるんですけども、ただ状況編集の環境がまだ整ってなくてよく分からってないので、もしかしたらあのナレーションの声が画面からのものとでこのマイクで拾ってしまったものとで二重になっているかもしれないんですけども、ちょっと次回からそのあたり、改善していきたいなと思っております。とりあえず初回はこんな感じですね。いろんなものがあっていろんなものが作れて、ただまあどこまで一から作れるのかなっていう、まだ始めたばっかりの僕からすると結構一から作るってなったらブロック1個が小さいので大変じゃないかなっていう印象ですね。まあやりたいですね。なんかせっかくなのでこういう造形をやってみたいなっていう。ここで宇宙船にブロックゴールドブロック3つを入れて、修理完了と。でまた次の星に向かって、すごいサクサクできて、で説明もすごく丁寧に登場して、ナレーションが入ってくれるので分かりやすいですね。またこの次の島も、ね、できたらやってみたいなと思っております。それではご視聴ありがとうございました。